はいです。今回はね、このボーリングアートのセットっていうのがあって、ちょっとアマゾンさんで買ってみたので、レビューっていうかね、実際にやっていこうと思います。ボーリングアートはね、過去にも動画で何回かやったことがあって、まあ何かっていうと、特殊な絵の具とか、ボーリング素材っていうのを混ぜることによって、絵の具をキャンバスに注ぐだけで、こういったね、幻想的な模様が浮かび上がるっていうようなアートの技法の一つの名前です。なのでね、まあボーリングアートする際には、いろんなね、材料がいったりとか、まあ準備物があるんですけど、ネットで、ね、調べたらもうそれ全てがセットになった、アクリリクの36色ボーリングペイントっていうものが専用のがあったので、ちょっとね気になってね買ってみました。まあ、説明書とキャンバス2枚入ってます。あ、いいねこれ。私自分でキャンバス買っちゃったけど普通に入ってたわ。なんかアイスの棒みたいなやつ。あ、ペインティングナイフも入ってる。これはいいね。ボーリングアート終わった後でもね、このペインティングナイフは別で使えるから全然ありがたい。と、あとなんかビニール袋。これは汚れるからとかかな。え、待って、キャンバスまだ入ってる。うわー、すげー、いっぱい入ってる。ちょっと待って、一回全部出します。とりあえずキャンバスと絵の具36色と、あとなんかこの排水口みたいなやつと紙コップ、手袋とか、まあいろいろ入ってました。決してね、安くはないんですよ。4000円ぐらいしてね、ちょっと買おうか、マジで私10分ぐらいリアルに悩んだんですけど、ちょっとポーリングアートにチャレンジしてみたいっていう人は、ちょっと参考にしてみてください。おいおいおい、これはテンション上がるぞ。大丈夫か？これ大丈夫か？めっちゃテンション上がるぞ。ビニール袋でもいいんですけど、私はこういうなんか100均で買ったトレイを用意してます、いつも。Choose about 3-6 paint for the pre-mixed paint in the...オッケー、じゃあ3色から6色ぐらい入れてからシリコンオイルを3から5ドロップ入れろっていう感じですね。多分ね。すごい、ほらこれ全部にさ、ちゃんとこうやってほら計量カップみたいなやってくれてる。全部蓋閉まってるわ。青と紫よし。で、このアイスの棒みたいなやつで、まあ混ぜてもいいし混ぜなくてもいいみたいな。え、もう綺麗やない？ちょっとこれ流してみます。カップが綺麗やねんけど。で、これをぐるんぐるんすると、楽しい。で、あれだ、このペインティングナイフで、まあ、伸ばしてもいいしっていう感じなんですね。なんか本当に色とオイルしか入ってないんで、めちゃめちゃに楽です。そんな特に準備物もいらないし、なんならこの必要最低限の手袋とか、まあ、手が汚れるの防止のやつも、もう全部ね、すでに入ってるので、自分で後から用意するものっていうのは、まあ、ほとんどないですね。これは楽しい。しかもね、手が汚れない。ちょっといろんなパターンでやってみたいと思います。今ちょっとね、手についたやつを洗いに行ってたんですけど、ね、全然綺麗に落ちる。なんなら普通のアクリル絵の具よりもめちゃめちゃすぐ手の汚れが取れる感じで、全然汚れとかも心配なかったです。めっちゃ良くない？めっちゃ楽しいです。ただね、金額がこのセットは高かったので、まあその価値あるかって言われたら私は全然あると思うんですけど、まあ、激安って感じではないので、まあ、そのあたりはお財布と相談してっていう感じですかね。で、今ね、3枚ぐらいやって、ちょっとこいつをね、下マスキングテープ貼ったんで、完成させてから、まあ、終わろうと思います。なのでね、まあ、良ければ最後まで見てってください。じゃあ、GO!
Thank you.